さあ今回は甘さ爆発ということで、普段はねやっぱりまあ太っちゃうからとかって言って抑えてる甘さへのこの欲求を解き放って、絶品スイーツを堪能していきたいと思います。では行きましょう。まずお邪魔したのは安来市のシェリーカフェ。県の内外から多くのお客さんが訪れる大人気カフェで、古民家を大胆に改装したユニークな店内が特徴です。開放的ですね、うん、おーわ、開放的、素敵なお店だよ。ごめんなさい、おしゃれ。そらそうだ、お邪魔します。こんにちは。こんにちは。ちょっと待ってください、あの甘さの前に個性が爆発してる人がいます。ちょっとあっちです。いらっしゃいませすごくスタイリッシュなお店だと思って、はい、そんな雰囲気で入ってきたらちょっと世界観いきなり壊されちゃったんですけど。ギャップあるなね、顔出しが恥ずかしいということで、メロンの被り物で出迎えてくださったのはオーナーの坂本さん。怪しいどこかから来たメロンではない、はい、ね、もうちゃんとしたメロンです。ちゃんとしたメロンですじゃあ安心しました。ありがとう、はあ、今回絶品スイーツと伺ってきたんですけど、何がいただけるんでしょう、はい、今日はもうめちゃめちゃ美味しいメロンを使ったスイーツをご用意してますので、楽しみにしててください。もうね、メロンをかぶっておすすめするぐらいですから、そのメロンスイーツ期待が膨らみます。楽しみ。お待たせしました、どうぞ。すごいすごいめっちゃメロンですね。これ全部メロンなんだ。そうそう、くり抜かれた丸いメロンがおよそ30個。鳥取県産緑のペルルメロンと赤のマルセイユメロンが色鮮やかに並びます。カフェというかメロンですね。そう、本当そう。あー怖い、崩れちゃう。怖い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 。いきます。よかったよかった、いただきました。うん、あー甘さ爆発しました。おー、いけね、爆発。うん、だおうわ、美味しいメロン。贅沢、こう一粒食べただけでこんなに満足なのに、こんなにいっぱいある。ね、幸せですね。30粒でしょ。そうそう、マルセイユ。あ、もっと甘い。あ、そうなんだ、こっちの方が甘いんだ、うん、ドッカーン。これ2種類味を食べ比べながらこんなに堪能できるってすっごい贅沢ですね。どっちの方が美味しいっていうより、あ、こっちも美味しい、あ、こっちも美味しいってなりますね、メロン。そうです ね。そして丸い果肉の下にはブルーベリーアイス。メロンと一緒に食べると、あ、美味しい。アイスの冷たさと交わることでまたジューシーさが際立ちますね。すごい、いろんなフルーツの味わいが口の中でうわーってなってます。さらにアイスの下にはグラノーラ、パンナコッタ、マルセイユメロン、ライチゼリー、ペルルメロンと美味しさの層を作り出しています。メロン、ちっちゃい頃あんまり食べたことがなかったんで、もうメロンに対する憧れもありましたし、高級品ですもんね。そうですね、なんて言ったらいいんでしょう、もうとにかく大好きですメロン愛が爆発したらこうなったってことですね。爆発してます。してますね、はい。メロン愛爆発、メロンパフェ。メロンの種類や細かな内容は日によって変わります。また今の時期、桃パフェも登場し、お店では季節が変わるごとに様々なパフェを楽しめるようになっています。写真撮りたくなるね。え、そうそう、映えるよね、さあさらにお店自慢のメニューがお待たせしました。何これ、これすごいでかアフタヌーンティーです。アフタヌーンティーもあるんですか。はい、まだあるんですか。盛りだくさんだ。うん、え、なんですか。まだあるのこれで全部ですか。はい、これがセット。そう、あ、これは、あ、すいません、僕の部分一緒に飲みたい一緒にねはい、ということで用意していただいたアフタヌーンティーは2人前、
季節に合わせて各種スイーツ、パン、飲み物を楽しむことができます。ねえ、綺麗。でまずはクリームソーダ風ゼリーをいただきました。ゼリーなんだ。このさくらんぼがね、クリームソーダ感を出してますよね。またいただきます。うん、本当にクリームソーダだ。ちょっとシュワシュワってしますね。味はもうクリームソーダそのまんまです。見た目も可愛いし、なんかちょっと懐かしさも感じますもんね。さあ、せっかくの2人前なので私だけでなく坂本さんにも食べていただきましょう。坂本さん何食べたいですか？僕、はい、フレンチトースト。フレンチトースト。ありがとうございます。フレンチトースト好きなんですか？はい、フレンチトースト大好きです。ちょっと食レポとかしちゃいます？じゃあ断らない。やる気ですよ。受け入れてはいるんですよね。そう、やる気なんですよ。これがまたふわふわしてます。お外側パリッとした中に中のふわふわがあって、またちょっとその卵がジュワッと出てくるような、とっても美味しいです。めっちゃ上手じゃないですか。それやっぱ作ってるんですか、ね。さあ、作るのも食リポも上手なメロンの坂本さん、その経歴にも秘密がありました。アイタンで住んで、あの引っ越してきましたんで。そうなんですか。もともとどちらから？もここに来る前はタイに住んでました。タイ、タイでご飯屋さんをやってました。タイと大阪でご飯屋さんをやってて、どうするか、しっくりきすぎて、まあ、そこですごい農家さんに出会って、で安来の良さをやっぱ知りまして、でここでこう頑張って、まあ、お客さん楽しませながら、そういう素晴らしい人もいてるんだっていうことをこうたくさんの人に紹介したいなっていうふうに思ってます。そうなんですね。ちょっと掘ってみたら面白いですね、坂本さん。やっぱり。はい、メロンと安来への愛が爆発しているシェリーカフェ。予約はインスタグラムのダイレクトメッセージからできます。